孤立とは程遠いプーチン氏、ブリクス首脳会議を自国で開催。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから約3年が経過し、世界中からロシア政府に対する非難の声が高まる中、プーチン大統領は十数カ国以上のリーダーを集めた首脳会議を開催した。これにより、彼自身が孤立していないどころか、支援する国々の連合が形成されつつあることを強く示した形だ。3日間にわたる新興国グループ、ブリクスの首脳会議は、22日、ロシア南西部の都市カザンで開幕した。ブリクスはこれまでブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国で構成されていたが、今年はエジプト、アラブ首長国連邦、UAE、エチオピア、イランが新たに加わり、拡大した。この会議は拡大後初めて開催されるものである。プーチン大統領は、22日に中国の習近平国家主席と会談し、その後、両国の連携がブリクス加盟国間の関係構築のモデルとなるべきだと主張した。この首脳会議には、インドのモディ首相、イランのペゼシュキアン大統領、南アフリカのラマポーザ大統領なども出席している。また、トルコのエルドアン大統領をはじめとする複数の国の首脳が、加盟国以外からも参加する見通しだ。ブラジルのルラ大統領は、国内での怪我を理由に出席を見送った。この会議は、2022年2月にウクライナ侵攻が始まって以来、プーチン氏が主催する国際会議としては最大規模のものとなる。これらの国々は、世界的な勢力均衡の変化に期待を寄せており、ロシア、中国、イランなどの政府は、米国が主導する西側諸国に対抗する姿勢を明確にしている。プーチン氏や習近平主席などの近しい連携を持つ指導者たちは、3日間の会議を通じて、西側諸国こそが孤立しているとのメッセージを発信すると見られている。彼らの主張は、グローバルマジョリティ、世界の多数派に属する国々が、米国による世界主導に異議を唱える動きを支持しているというものである。18日に行われた記者団への発言で、プーチン大統領は、ブリクス加盟国の経済的及び政治的影響力の増大を否定できない事実と評価し、ブリクス加盟国と興味を示す国々が連携すれば、新たな世界秩序の重要な要素となると述べた。ただし、ブリクスが反政側を掲げる同盟であるとの見方は否定した。一方、ベルリンを拠点とするカーネギーロシア・ユーラシアセンターのアレックス・ガブエフ所長は、ブリクス首脳会議はプーチン大統領にとっての贈り物だと指摘。各国のリーダーがカザンを訪問している状況では、ロシアの世界的孤立を議論することは難しいと示唆している。ただし、会議に参加する各国の首脳たちは、それぞれ異なる観点や関心を持っており、ブリクスとして統一されたメッセージを発信するには限界があるとする専門家の見解もある。特に、プーチン氏が望む形でのメッセージ発信については、困難が伴うと見られている。グローバルな危機。ロシアが主催する今回のブリクス首脳会議は、南アヨハネスブルクで開かれた昨年とは非常に対照的だ。当時プーチン氏はビデオのスクリーン越しの出席で、直接会議に参加することができなかった。ウクライナをめぐる戦争犯罪の罪に問われ、国際刑事裁判所、ICC から逮捕状が出ていたためだ。今年は激しさを増すウクライナでの戦争に加え、中東での紛争拡大も首脳らの中心的な議題になる公算が大きい。中東ではイスラエルがイランの代理勢力との戦いを繰り広げている。プーチン氏は先週、パレスチナ自治政府のアッバス議長がブリクス首脳会議に出席することを確認した。プーチン氏とロシアの当局者らは、中東紛争を使って米国による支配のない新たな世界秩序についての議論を進める公算が大きいと、専門家は指摘する。グローバルサウス、主に南半球の新興途上国の間では、米国及び同国のイスラエル支持に対する怒りが広がっている。中ロ両国は中東情勢に関して停戦を呼びかけ、イスラエルの行動を批判している。
一方の米国はイスラエル側に立ち、ガザにおけるイスラム組織ハマス、レバノンにおけるイスラム教シーア派組織ヒズボラへの報復権を擁護する。米シンクタンク、大西洋評議会の非常中上級研究員でアブダビを拠点とするジョナサン・フルトン氏によれば、ブリクス首脳会議に出席する国々の多くは中東での紛争について、自分たちがなぜ影響力を高める必要があるのかを示す第一の事例と捉えている。ただこういった国々は大抵、自分たちの気に入らない事柄を批判する口実に紛争を利用しているのであり、問題を解決へと導くことには関心を示さない、という。このほか、中国とブラジルがブリクス首脳会議の場でウクライナ危機に対する合同の和平構想を打ち出すのかどうかにも注目が集まりそうだ。両国は先月の国連総会でこの構想を発表したが、ウクライナのゼレンスキー大統領はこれを痛烈に批判。当該の構想はロシア政府を利するものだとし、中ロ両国に対して自分たちの影響力を高めるためにウクライナを犠牲にするのは認めないとの考えを示していた。一方、プーチン氏は火山での会談を通じ、ブリクスの各国首脳やその他友好国の代表団らと個別に協議する機会を数多く得ることになる。アイデンティティの危機。ブリクス首脳会議の参加国は、この数日で経済やテクノロジー、財務における協力の道筋を探る公算が大きい。具体的な領域はエネルギーから衛星データの共有など多岐にわたる。しかし同時に、各国は各自が抱える課題の分裂、相違に苦慮するとも見られる。この点で専門家らは、ブリクスとして達成できる内容には限界があるとの見解を示す。加盟国が拡大した現在、地政学的な断層の深まりは、ブリクスのアイデンティティや方向性を一段と複雑にしているという。ロシア政府によれば、ブリクスへの参加もしくは協力に関心のある国は30カ国を超えている。インベンガルール、バンガロール、2拠点を置くタクシャシラ研究所でインド太平洋研究を統括するマノジケワルラマニ氏によると、ブリクスの新たな加盟国もしくは加盟に前向きな国々は、中国とロシアが本質的に掲げる構想と西側諸国との二者択一を望んで排ない可能性がある。こうした国々が模索しているのはあくまでも自国経済の成長であり、イデオロギーに左右されない実利的な形での関与だという。ただ敵対すれば良いわけじゃない。米ロ両国と適度な距離で、どちらとも国益で有利に立ち回りたい国も多いということです。特に日本の隣国、ロ中二国は切りたくとも切れない経済事情と、いつ攻撃されるかわからない油断できない相手です。実際、ウクライナ戦争の最中にサハリン2への再投資をしています。ただアメリカに追従するのではなく、日本の国益を考えて動いてほしい。中国、習近平国家主席、欧米主導の国際秩序に対抗する考え協調グローバルサウスの国々との連携を重視。中国の習近平国家主席はブリクスの首脳会議で演説し、欧米主導の国際秩序に対抗していく考えを示しました。中国の習近平国家主席は、ロシア中部火山で開かれている新興国の枠組みブリクスの首脳会議の全体会合で23日、演説を行いました。この中で、ブリクスの影響力を維持し、世界的な影響力を持たなくてはならない、と述べ、ブリクスの枠組みを強化することで欧米主導の国際秩序に対抗する考えを示しました。特に、環境や AI などの分野でブリクス参加国との協力を深める考えを示したほか、金融面での連携を強化する方針を打ち出しました。また、ウクライナ問題や中東情勢に対し積極的な関与を続ける姿勢を強調しました。ブリクスには30カ国以上のグローバルサウスの国々が参加や協力に関心を示していると言われており、中国としてはブリクスを通じてグローバルサウスへの影響力を強め、アメリカなどに対抗したい狙いがあるものとみられます。ブリクス首脳会議パートナー国新設へ議長国ロシアの思惑とは。ロシアでは今、新興国の枠組みブリクスの首脳会議が開催されています。
議長国ロシアの狙いとは。プーチン大統領は先ほどまで開かれていた全体会合で、世界でブリックスの存在感が増していると強調しました。ロシア、プーチン大統領、ブリックスはダイナミックに発展しており、国際情勢において、その権威と影響力が強まっている首脳会議では、新たな国際決済システムを含めた加盟国による金融協力と、ブリックスのさらなる拡大を協議。新たにパートナー国が設けられ、13カ国が認められる見通しで、トルコやインドネシア、タイ、マレーシアなどが取り沙汰されています。今回の首脳会議にはグローバルサウスなどの国が広く招待され、36カ国が参加しています。一方で、ブリックスが欧米への対抗軸とされることに拒否感を示す国も少なくありません。ロシアは議長国としてウクライナ侵攻は議題にしないと事前に表明。反欧米の姿勢を前面に出さずに、まずは非欧米諸国としての結集を優先した形です。ロシアとしてはブリックスを事実上拡大させることで欧米への牽制を強める狙いがあるとみられます。